お前今日は部室に行かないの？教室にいろって今日に言われてるんだ。ふん、なんだその反応は。どもよ、何しに来た。ちょっと話しておきたいことがある。同席させてもらうぞ。聞くところによると、お前は遅刻の常習犯だそうだな。知り合いとして見逃しておくわけにはいかん。見ろ、あいつら下級生の女の子連れ込んで飯食ってるぞ。大胆。どっちの彼女なのかしら。勘違いするな、私は篠原なんかに興味はないぞ。篠原なんかで悪うござんしたね。私が会いに来たのは篠原ではなく岡崎だ。あまりに遅刻が多いというので意見してやろうと思って。ちょっと、あなたよその教室で何してるのよ。よその教室で食事をしてはいけないという校則はないはずだが。だからって騒いでいいってもんでもないでしょ。周りの迷惑を考えなさいよ。なぜそんなに怒る。もしやあなたは岡崎のことが好きなのか。なっ、そんなわけないでしょ。バカバカしい。お前は今付き合っている相手がいるのか。いねえよ。てか何の話だよ。そうか、それならお前とこうしていても不快に思う女子はいないわけだ。問題ないな。ああもうとにかく。こいつは私と戦略があるの。あんたもあったよ、お昼付き合えって言ったのに勝手にパンなんか買って。ほら行くわよ。付き合えって昼飯に付き合えって意味だったのか。そうよ。